大電筋とは、哺乳類の殿部に存在する電筋のうちの一つで、その名の通り電筋の中で最大の筋肉である。なお、表皮から見ると大電筋の元に中電筋、その下に小電筋が存在する。人は、直立に側歩行をするため、四足歩行の猿などと比べても大電筋が発達している。人に、尻列や尻溝が見られる要因の一つである。 人では股関節の伸展や外線を行う。騎士は、浅部と深部に分けられる。浅部は、腸骨量、上甲腸骨極、仙骨及び尾骨から起こり、深部は、五転筋線の後ろの腸骨翼、仙血節靭帯及び中電筋の筋膜から騎士し、上部は腸すね靭帯で終わるが、下部は電筋素面で終わる。なお、小電筋と中電筋は、 上尻神経による支配を受けているのに対して、大臀筋は下尻神経による支配を受けている。また、大臀筋の深部には座骨神経が走行している。ちなみに、臀部への筋肉注射の際は、大臀筋よりも小さな筋肉である中殿筋の限られた位置に行うことが推奨されている。論文などを確認する限りこの 大殿筋という漢字が使われることはあまりなく、大殿筋の方がよく使われている。大殿筋の方を使用する理由はメモをする際に尻の画数より殿の画数の方が少ないからと言われている。進展や外線については解剖学における運動の表現を参照のこと。ありがとうございます。